Hey, what's up? キャプテントラジローとオンクララギャザクラメンターのネクラクララです。第13回クラットラジオいいですともやってきます。始まりました。よっしゃー、うえーい、あげぽよー、ケンタッキー、また質問相談いただいてるんで2人で答えていきます。それでは早速質問読み上げます。リアル占い師は規約違反？こんばんは、いつもためになる動画ありがとうございます。人間関係について相談させてください。僕のフレンドさんに趣味で占いをやっている方がいます。ジョブの占いではないです。このフレンドさんは独学で磨いたスキルで占い師をして目指しており、スキルアップのためにファイナルファンタジー14のパーティー募集で占いやりますと鑑定させてくれる人を募集したり、人の多い放置スタジオなどで応援してくれる人を探したりいたり、大変努力している方です。僕や僕のお友達もその方に鑑定してもらっており、今の心境が丸々当てはまるくらい該当する内容、かつ親身になって話を聞いてくれるので、みんな感動した、泣いてしまったと評判もいいようです。その評価も広まり、待ってでもこの人に鑑定されたいと思う方が増えているようです。この方も人間なので対応できる人数に限りがありますので、最近では募集を始めてすぐに受付人数がいっぱいになったり、予約が何ヶ月先も入っていて苦労されている様子でした。そこで無償鑑定ではなく有償鑑定にするとのことで、募集人数を絞る形に変えるようです。これって規約的に大丈夫なのでしょうか？今まで無償でしてた占い鑑定を有償化するだといえば問題なさそうですが、極端に言えばパーティー募集でリアルマネーをやり取りする商売と受け取られる方もいると思います。それならいっそ14を利用せずにツイッター内のみとかで活動した方が波が立たないと思うんですが、ご意見を聞きたいです。14の配信で YouTube 配信している方とかも投げ銭してもらってる場合もあるし、ありだとも思います。長くなりましたがよろしくお願いします。ということで、この話を、簡潔にまとめると、リアル占い師であって、無料でゲーム内でね、練習で占ってたんですけども、評判がかなりいいと。人が増えすぎたんで優勝化を、考えている状態であると。でそれをゲーム内で募集するのはありかっていうのと、YouTube の投げ銭がありだからありじゃないかっていうところなんですけども。なるほど、これはびっくりですね。趣味というか、趣味じゃなくて趣味からお金稼ぎにつながる可能性があるっていうことをやってる人がいるっていうのがびっくりです。まあそうですよね、ただ単純にいろいろ見てるとね、アウトになる部分があると思ってて、自分の意見だと、リアル占い師だからと、ゲーム内で占う分、無料でね、占う分にはありだとは思いますが、優勝化するってなると話が変わってくるんじゃないかと。そうですね、規約にファイナルファンタジー14をね、商用営利目的に利用するのは著作権的にアウトって書いてあるんで、それをゲーム内のパーティー募集を使って優勝でやるのはもう完璧にアウトじゃないかと。パーティー募集も結局お金につながるものに使っちゃったら、広告みたいなものですからね。そうそれこそ、RMT と一緒な内容とも言えるし、要はファイナルファンタジーを使って商売してるっていうことになりますからね。そうですね、それはアウトですよっていう。そもそも占いって信じますか？私は信じませんね、信じませんが、生きる上での参考にはさせていただきます。なるほど。ここから 1,2 年の間に大きく人生が動くでしょう、激動の 1,2 年になるでしょうっていうこと、占い師の方が結構言いがちな言葉だとは思うんですけど、そういう言葉を聞いたら、本当にこの 1,2 年人生の自分の大きな過渡期になるから、頑張って気を引き締めてしっかり生きなきゃいけないなって思って、日記を書き続けるとか、自分に目標を立てられるような人生の変化があったら、そういう占い師に言ってもらった言葉は価値のある言葉だったな、占ってもらってよかったなって思えて、占いを参考にするのはあると思うんですけど、全てを真に受けて全部真実を言ってくれるとまでは信じていないです。そうですね、全部が正しいとは限らないし、参考程度に、ていうか、そう言ってもらうことで、ほんまにちょっとそうじゃないことでも頑張ればそうなるように自分が動くっていうのも そういうことかもしれないですよね。そんな感じですけど、パーティー募集を行うのはダメだと。私も占い師の宣伝として、スクエニ運営の立場からしてみたら、人のプラットフォーム FA14 の世界の中で勝手に他の商売の宣伝をするなって思うと思いますし、そうね、金銭絡んだら普通に RMT ということでアウトだと思ってます。ということでアウトです。宣伝の方法も怪しいなって思ってるんですけど、相談者さんの言葉によると、評判のところで感動した、泣いてしまったと評判もいいようですということで、
そういう噂がある、評判がいいっていうのは聞いたことはあるけれど、実際に泣いてしまったっていうわけではないので、あくまでこのレビュー評価は噂でしかないんです。あ、はいはいはい。なのでこの口コミ自体怪しいと思ってて、うん、ステルスマーケティングステマかもしれませんし、うん、うさんくさかったり、桜レビューもアマゾンでは流行ってますから、はいはいはい、そういうレビューを鵜呑みにする前にご自身の占いを受けた感覚の感想を持った方がいいと思います。うんうんうん、もしくはこれ本人じゃないかなとも思えなくもないですけどね。あー、確かにそういう考え方できますね。うん、でその YouTube で投げ銭がありだからありかっていうこの基準がね、ちょっと多分勘違いされてる部分が、あるっぽくて、うんうん、まずね、YouTube は YouTube で規約があるんですよ。14とは別個で、うんうん、で、14は、14側の規約の案内をまず読んでみると、ちょっと読み上げます。 YouTube、Twitch などの動画投稿サイトが正式に提供するパートナー機能などを使用する場合は商用営利目的とは見なしません。パートナー機能などに使用した本著作物の利用権について動画投稿サイト側から紹介があった場合、サポートセンターに掲示されている本条件をご案内くださいって書いてあると。ってことでこの14的には YouTube 側のことは YouTube 側に従えっていう話なんで、それとこれとは別だと。そのパートナー機能っていうのが、要は YouTube 上で、自分のチャンネルを収益化すること、もし万が一 YouTube 側が14の著作物を使っていいですかみたいなことを聞いてきたら、この規約を見せてくださいなってここに書いてあるんですよね。うん、だから投げ銭はそもそも別個の話なんですよ。 YouTube での、例えばまあ Twitch でもそうですけど、これに関してはどう思います、クラッチ？YouTube で配信している配信者さんたちは主に2つの規約、 YouTube の規約と FF14 の規約両方に違反しない形で配信してて、そこのルールを2つとも守っていて、投げ銭受けられるとか広告費もらえるっていうので、そこはどちらの規約にも違反していないので、うん、特に誰からも咎められるものではないと思います。はい、まあそうなんで、規約的にって聞かれたら普通にその占い師の方はアウトでしょうということで、うんうん、でもしリアル占い師で頑張るならゲーム内で出会う人とか別にして、占い師の仕事の方をね、リアルの方を頑張ればいいと思います。そうですね、はい、というのがね、一配信者視点の答えなんで、どうしても最終判断が気になるんだったらね、運営に問い合わせてくださいということで、かなりシビアな内容だと思うので、うんうん、そうですね、正確に判断できるのは運営の立場の人だけです。リアルの店舗でも仕事でも、うん、必ず守らなきゃいけない鉄則は、法律を破らずに利益を上げ続けるっていう原則があるんです。はい、法律を守るっていうことはかなり重要なことですね。新しい時代で配信とか動画を誰でも気楽に投稿できる時代になったとか、うん、新しい文化、配信とかでもお金が得られるようになったっていう時代の変化に、まだ法律もゲームの規約も完全に追いつききれてない感じはするんですけど、あ、確かにこの微妙なところで悩む人は多いと思います。うん、もう定まりきってないからね、悩むっていう。そうですね、微妙なラインすぎます。これから例えば虎次郎さんが今チャンネル登録者2万人ちょっとの中でライブ配信して、うん、これから視聴者様参加型で占いのトークをやりますって言って、no. それで占ってほしい方には投げ銭してくださいっていうトークをし始めたら、これも違反になっちゃうんでしょうか。これはもうセーフじゃないもともとの知名度は、虎次郎さんは FF14 関連の視聴者様集まってくれてて、いやでもアウトかな。で、言い方の問題だと思う。多分ライブ配信して占いしますと、うん、うんうん、で何も言わずにやって、投げ銭したに対して答えるやったら、多分それはセーフやと思う。投げ銭してくださいって言っちゃうとアウトやと思う、うん、あ、そうそう、投げ銭してくださいっていう要求するのが、うん、こじき行為って言われてるのかな。こじき行為、それが言葉は違うかもしれませんが、お金がないのでボランティアで寄付する予定なので、投げ銭してくださいっていうお金を要求する行為は YouTube の規約で禁止されてます。あ、 Amazon 欲しいものリストを貼ってるので買ってくださいとかねあ、そういう積極的にアピールしちゃうのはアウトですね。よくないです、アピールね。じゃあクララッチ、もし占ってもらうのはどういうことを占ってもらいたい、うんうん、今なんだろう、この先自分のことをなんか、うんうん、占ってほしいみたいな内容。ああ、私は未来予測をしてほしいですね。未来予測、例えばどの方面で。未来予測、ネット関連の技術がすごいスピードで進化してるじゃないですか、うん、はい、
AI がものすごく賢くなってきてるとか、最近はテキストを入力するだけで動画を作ってくれるっていうすごい AI まであるんです。はあ、そんなものが。しかもそれが安いサブスクリプション料金で、月額2000円くらいの安い料金なのに、すごい高性能な AI が使えるっていう事例が来てまして。おお、マジか。それに対してそういうのが YouTube にたくさん動画がアップされると、私も将来的に経済的に稼げない時代が来るかなって思ってて、そういう不安があるので、占い師さんの立場からこういう YouTuber は本当に2025年には死滅するんでしょうかっていうことを占ってほしいです。めっちゃ難しい題材やな。岡田斗司夫さんっていう人ご存知でしょうか？ああ、知ってますよ。めっちゃ頭がいい岡田斗司夫さんが予想するには、はい、2025年には AI の YouTuber、AI の配信者さんが、うん、この YouTube プラットフォームを全部埋め尽くして、人気の 90% 以上が AI だとかいう未来予測をしてて、どういうこと？死滅するって。 AI のロボットが喋っても動画を撮ってるってこと、うん、ロボットが。そうですそうです。VTuber がもう完全 AI みたいになったって、そういう感じ。そう、うんうん。コメントしてくれる YouTube の中でライブ配信のチャットに人間が回答するかのように答えてくれるっていう配信ができる AI も出てきているんです。へー、面白いかなそれ。うん、それがチャット GPT とか言葉を投げかければ返答してくれる AI がとっても賢くて、うん、今それ私もそのサービスに、サブスクリプションサービスに加入してるんですけど、うん、何かトラジオさん適当な質問とか会話の投げかけとかしてみてください。あ、俺から質問。キャプテントラジローは女性にモテますか？ああ、そういうあまり有名じゃない固有名詞は理解してくれないです。そうそうそうね。今回の内容、まあ、こんな感じでしたけども、まあ、結論的に言うと、パーティー募集ってか、まあ、ゲーム内で募集するのはやめてリアルで頑張りましょうっていうことですね。これだけゲームの中で人気を集められる人だったら、絶対にリアルで占い師やっても、占い師の X のアカウント作ったりすれば、うん、それでも本当にすごい人気が得られると思うので、絶対ゲーム内ではなくリアルの方の活動で頑張って知名度を上げていっていただきたいです。そうですよね。あれだったら YouTube とかあればいいでしょうしね。実際占ってる人を、あ、そうそう、あの募集して、うん、占ってる状況をこう YouTube で流すみたいな、うんうん、といった感じで今回の件は一件落着というところで、次回はクラッチの、チャンネルの方で放送して、質問募集は引き続きやってますんで、本動画の概要欄にリンク貼ってますんで、そちらの方から質問よろしくお願いします。ということで来週もまた見てくれるかな。いいですと。